こんにちは。修功国語科の横山です。今回は高校1年生の DP トライアル文学 A の授業をご紹介します。授業の流れはこのようになっており、対話的な活動が中心になっています。概念理解っていうちょっと難しい話をしまして、概念って一体何だろうということで、みんなにねちょっと説明した後に、自分が理解したことを自分の言葉でまとめてくださいと、ね、いう宿題を出しておりました。概念っていうものはさっき言ったように文学でも応用できますし、世界史でも応用できますし、あと音楽でも応用できますし、はい、わかりました。考え方の順番みたいながっていう意味だったんだなっていうふうに理解しました。 OK、 そういうことです。はい、はい、その私たちもその探究の領域の一部というか、私たち自身も探究の領域の一部のコンテンツに入ってるんだなって思いました。確かに、そうそうそう、そうだね、そういう考え方だね。このように前回の授業の振り返りや質問に対しての解説などをクラス全体で共有します。IB の方で文学でですね、大事な項目として挙げている、3つの中のグローバルな文脈、ここをちょっとお話ししていきたいと思います。はい。で、グローバルな文脈って何っていうことで、一応IB の方が示している指導の手引きにはまあこういうですね、定義が書かれております。はい。それでは、じゃあまずですね、この博士の愛した数式の、どんなことを勉強するのっていう単元の目標からですね、ちょっと行きたいと思います。はい。じゃあまず授業の流れになります。今日ですね、丸1番、ユニットの目的を理解するというところです。で、それが終わったらですね、皆さんが予習してきてくれた内容をちょっとグループで共有してもらいたいと思います。で、この丸2番のところが、多分時間が一番かかるところだと思いますので、ここをですね、グループで丁寧にディスカッションしていってほしいと思います。で、最後ですけども、4学期期末考査前には、登場人物、どういう人物だと把握したかっていうレポート、それからですね、数式とか結構出てくるので、その数式をちょっとシンボルだと捉えると、その数式があることでどんな表現効果があるんだろうかということですね。これちょっと考えてもらいたいと思います。率直に言うとあまりですね、分からなかったので、正直に言うと難しかったって言ったら、みんなも未亡人はやっぱりどういう風に捉えればいいのか難しかったっていう、その共有できる意見があったりして、でもやっぱり受け取ったのに一番多かったのは気が強いだったりとか、それは家政婦をコロコロ変える、とこから、読み取れたりとかっていうので、人物像はそれぞれ共有していきました。で、僕が一番面白いなと思ったのは、固有名詞がない理由で、一番右の、この右上のやつに出てくると思うんですけど、固有名詞がない理由は、僕はちょっとね、難しかったというか、なんでだろうっていう、正直疑問系でとどまってたんですけど、一人の人は、先入観がなく、捉えることができる。僕たちの想像を限定することがない。例えば、生徒たちは歴史的な視点や文化的な視点、表現技法など様々な側面から文学作品を分析して話し合い、自分の考えを深めていきます。作品を解釈、分析していくことを通して、
リサーチスキルや批判的思考スキルなど多くのスキルを身につけていきます。